700年前も我らはここで談笑し競い合い意気揚々と未来を思い描いた。あの時の数人の姿が未だ目に浮かぶ。まるで夕べ見た夢のように、あの日々がずっと続くと思っていた。先秋人の寿命がごとく長く永遠に。しかし夢はいずれ覚め無双する。懐かしい。分かっていた。なぜ、なぜ忌み者だけが、どうして彼女のような人が死に、最後に俺の心臓を貫いた後、